心はゆるっと、着付けはシャキッと、着付け大好き、山宮ひろこです。こんにちは。今日は、帯回し。帯回し、行っちゃおうかなって思ってます。帯って、持って、回してますか？床に置いて、引きずって回してる？床に置いて引きずって回してもいいんだけど、意外と、これ、持って、床に置かないで巻くと早くて一発で決まるんだよ。そんなところも覚えるとすごく早く着付けできるようになるよね。それでは行っちゃうよ。は右の腕にこんな風に屏風畳にして持ってます。どこが一番大事かっていうと、一発で早く決めるためにはね、柄止まりを脇に置くでしょ。そこがすぐわかるようにしておく。これは大事なことなんです。こうして持っていても、柄止まりがちゃんとどこにあるのって分かってれば、すぐそこを用意してあげれるよね。なので、柄止まりがすぐ分かるようにしておく。これは大事なことです。そして、お嬢様の脇の下から手を入れて、帯を入れて、パチッとお嬢様の前にはめ込んであげるっていうわけ。だから、一発ですぐ決まるということなんです。こうして、柄止まり、わかるようにしてあげるよね。そうしたら柄止まりのところを左手で持って、そして、こちらの半幅に折ってる手を、こんな風に預けてあげて、そうしたら、お嬢様の左に立って、帯を腕の下から入れたら、柄止まりのところをパチッと持ってください。ほら、見えてきた？この柄止まりのところをパチッと持って、脇の下にカッと、脇いっぱいで入れてください。そうしたら、つつつつつつつって、こちら側の脇いっぱいに一周目、巻きつけてください。ぎゅーって奥まで入れてね。そして、できるだけ、脇の方に、留めておこう。一周目は、上に抜いて、このまま、二周目を重ねて、こんな風に、重ねてあげて、体の真ん中、線縫いのところに来たら、そこから広げてあげて、慌てて脇に来てから広げると、だんだん反対側の脇に行くにつれて広がっちゃうから、もうここで準備をしてあげて、ここで準備をしたら、持っていた帯板を、前板と後ろ下同時に入れて、前板だけ前に送ってちょうだい。後ろ板はこのままここに置いといてね。そしたら前を見て、前板が脇までいっぱい入ってるかなって確認して。そうしたら、またここで帯板をしっかり上げて。一回ギュッてしてね。一回ギュッとして、脇まで行ったら、もうそこが18センチになってるように、広げておいてあげて、帯の一周目、思いっきり高くしてあげてね。で、
脇で、もはや18センチになっている。そうしたら、一周目は半幅なんだから、15.5、31センチの幅の帯だったらね。そして、2周目は18センチにするんだから、2周目は1周目よりも少し下狙っていっても大丈夫。そして、できるだけお嬢様の近くで自分の手も回してあげて。1周目よりも少し下を回してあげるというわけ。こちらの幅からこちらの幅まで全部同じように回してね。ずーっと帯の下の輪を持ちながら回してきて、そうしてここまで来たらやっと帯を下ろしてください。そうして止めてたクリップ取って、輪、タレの輪と手の輪両方で水平に引き合ってください。両方同じように真横に引いてね。真横に引いてください。そうしたら真ん中で結びます。手を真ん中から5センチぐらい剥がして、手の輪を右です。手の輪を右でタレの下に置きますよ。そして輪を右にして、体の真ん中で手とタレと交差して持ちます。持ってね、親指で。そしたらこの穴の中に向かってタレの近くから上げていくよ。こうして引き抜いてください。全部引き抜いたら結び目の一番近くを右手で下からすくって持つ。そして上に上げて下に引く。もう一回そばまで行って上に上げて下に引く。そうしたらこんな風につるっと綺麗に結べたよ。前はこんな風、後ろからしっかり脇いっぱいに帯を最初にパチッとはめ込んで回すから、一発で高さを決められるね。そしてミソは一周目、できるだけ奥に入れて、その上に2周目を重ねてこよう。それができるとしっかり締まってきます。帯板も後ろで2枚入れて1枚前に回す。それは早いよ。そうしたらね、早いでしょ、というわけです。帯回しもゆっくりやってると落っこちそうになっちゃうよね。だから後ろからしっかりとお嬢様の体にはめ込んであげる。もちろん帯が落ちないような補正や、帯を回しやすいような補正や、襟も高いところに合わさっているなんていうところが可愛らしい基本になってくるんだけど、20歳の集いのお嬢様たちは、18、19、20歳って若くて可愛いお嬢様たちなんだから、どんな振袖よりも華やかに可愛くしてあげてほしいです。帯回しは大事なポイントになります。襟合わせからどの辺に回ってたらいいのかなって、よーく観察して、後ろからきっちり鏡を見ながら回してあげてくださいね。さあ、これで床を引きずらなくても一発で決まる帯回しできるかな？さあ、今日は帯回しでした。20歳の集いに向けてみんなバリバリ、バリ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 ってきっと練習してるんだと思う。私もそうです。そしていろんな早くて可愛い帯結びも一緒に研究してあげてください。
というわけで、今日は落とさないで一発で決める帯回しやっていきましたよ。どう？簡単でしょ？やってみてー。さあ、もう暮れもいよいよ12月。さあ、成人式、20歳の集いに向けて、皆さん、しっかり腕に磨きをかけてください。そして、いろんな工夫もしてあげてくださいね。お嬢様がお楽で長く着ていられるように。そして、所作もご案内してあげられると安心しますね。慣れないお嬢様が楽しく一日お過ごしになれるように、みんなで頑張ろう！というわけで、今日はここまでです。皆さんに元気注入しますよ。いいですか？いくよ！元気！